ドリーム放送局 FM ルピダス 86.0 メガヘルツ、斉藤芽衣の今日もラブ&ピースもりもりひとつかみ。こちらは埼玉県川越市の南大塚のルピナススタジオからお送りしております。この番組では歌とギターと作詞と作曲、斉藤芽衣が世界をラブ&ピースに近づけるためにはまず自分をもりもりにすることから始まるんじゃないかということで、身近な話からのんびり平和に話していこうということでやっております。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。あのまだ第 3回目なんですけれどね、結構年をまたいだということで、何とぞ、今年もよろしくお願いしますという感じなんですけれども、はい、お正月はどうでしたか？皆さん平和に過ごせましたか？あのですね、実はこれ撮影してるのまだ12月なんでね、まだ正直お正月気分に慣れてないんですけど、2022年も素晴らしい年にしていけたらいいですね。ということで、ラジオもまだ始めたばっかりですし、皆さんと共によくしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。でね、私はですね、埼玉県の大宮というところ出身なんですけれども、ここを今撮影しているルピナススタジオ、川越市の隣に なるんですけど、川越市の中ですよ。あ、そうだった、ごめんなさい。あの、違う、私が住んでる、そう、大宮が、そう、大宮が川越の隣ってことです。はい、まあ、大宮の人は、私今東京在住なので、ちょっとまた昔の話にはなってしまうんですけれども、大宮でのお正月の過ごし方っていうのが結構、まあ1月1日2日っていうのはだいたい家にいるか、これまた埼玉の蓮田市というところに、まあ、おばあちゃん家、父方のおばあちゃんの家があるので、そこに親戚が結構ね毎年集まったりするので、そこで集まってたりですとか、あと大宮に氷川神社っていう大きめの神社があるので、地元の友達とそこに、まあ、3日ぐらいですかね、だいたい1月3日ぐらいにいつもお参りに来たりしていました。でも混むんですよね、やっぱり。でも今年とか去年とかはどうなんでしょうね、あのやっぱコロナとかあったから、その初詣事情はちょっとよくわからないんですけれども、でここ川越市っていうのはね、神社とかお寺とかが多い場所ですよね。だから川越の方は北院というところに初詣行くそうなんですけれども、北院ってね、私は隣の大宮市出身なので、こう遠足とかでですね、あの行く機会が何回かあって、見た目は神社っぽくない場所なんですよね。なんですけど、こう徳川の家が、まあ、住んでた、徳川家が住んでた場所、はい、ちょっと何代目とかそういう細かいこれはちょっと調べてほしいんですけど、うん、はい、そういう感じの家が家があったっていうね、家があった場所、はい、うん、そこにお参りに行くそうですね、うん、あとは自分はですけど、もう本当に結構昔はですね、ザ日本みたいなお正月、まあ、年越しで紅白歌合戦を見て、お正月になったらお正月番組を見て、こたつでみかんを食べるみたいな、本当に絵に描いたようなお正月を過ごしていたんですけれども、最近は、うん、なんかそんなにお正月らしいことしてるかなっていう感じなんですけども、お餅はでも食べますね。お餅はきなこ餅が一番好きで、昔はね、その蓮田市のおばあちゃん家でお餅ついてたんですよね。お餅ついて、つきたてのお餅をみんなで味をつけて、あんことか辛み餅っていうんですか、うん、大根とかをつけて食べたりしてましたね。でもおせち料理って子供だったんであんまりに苦手で、なんか見たことのない食材とかがいっぱい入ってるじゃないですか。だからおせちって何なんだろうと思ってて、子供の頃はおせちがちょっと苦手だったんですけども、でも大人になってからは、あ、すごいなんかこだわって料理人の方が作ってるもんなんだなって、すごいなんかすごい こだわってるじゃないですか、見た目とかなんか味付けとかも。だから未だに何でできてるのかとかも未だによくわからないくらいこだわって作っているものなんだなって大人になってから気づいたっていうのが私のおせちのヒストリーになります。
と正月、正月何して過ごすんだろうみんな。なんかカルタとか何羽子板とかなんかそういうなんか本当に古き良きお正月像しか思い浮かばないんですけど。あ、そうやって過ごしてるんですか。あ、でも昔はたこ揚げしましたね。たこ揚げとかね。たこ揚げしましたね、はい、今は。今はしないですね。たこ揚げはしないですけど、こたつにテレビでいいんじゃないですかね。でもこたつもなくて、うん、今実家にもこたつがないですね。あ、そうなんですか。なんか閉まっちゃってなんで閉まっちゃったんだろう。あ、こたつって、はい、よくないですか。こたつ超いいですけど、ただ抜け出せなくなるので、皆さんご存知の通り抜け出せなくなるし、私今あそうだ、一人用こたつみたいなの持ってるんですけど今、あ、あの一人でこう、いいですね、なんか履くこたつみたいな、あ、そうなんズボンみたいに、そんなのあるんですよ、あるんですよ、はいはい、でも本当にもう一回履いちゃうと、抜け出せなくなっちゃう。抜け出せないし、もう トイレとかすらもうちょっと本当に無理になるじゃないですか、こたつって。そうなると、うんうん、こたつにトイレ付きのものを買うしかないですよね。トイレ付きの、トイレ付きのこたつ、うん、あの完全に動けない人用に、あ、分かりましたみたいな、あ、ちゃんとうん、トイレもついてますよみたいなニーズありそうですね、それね。ありそうですね。みんなそこから動かなくなっちゃう。そこで、うん、ね、もう3日は過ごせますよね、うん、そうですね食べるものさえあれば過ごせてしまいますね。ギター持ってればいいんじゃないですか、うん、あ、弾いて弾いて、うん、すごいですね。弾いて何もかもそこで暮らしが済んでしまう。だってね、書いたりするものもできますもんね、こたつ。そっか、机があるから、で寝たりもできるし、うん、トイレも行けるんで、うん、完璧ですね。でもなんかそういう方もいらっしゃりそうですね。いや、いないかもいないかな、そもそもトイレ付きのこたつを僕見たことないんでうん、ないかな、ないかな、なんかまだ発明されてない、うん、そうですね。逆に発明すれば、うん、逆にビジネスチャンスじゃないですか、うん、あ、そうですね。でもなんか介護用品とかではすごいありそうな感じがしますけど、まあ、介護の人はね、またあるかもしれないですけどね、うんうん、はい、あったら教えてください、知りたいです。あ、じゃあメイさんはお正月とかだとまたなんか新たな気持ちになったりとかするんですか。お正月はそうですね、新しい年がやってきて、昔は結構その年が明けるじゃないですか、はい、23時59分から1月1日0時みたいな、はいはい、になった瞬間に、なんか例えば触れるものすべてとかに、あ、今年初めてドアノブに触れたとか、はいはいはい、なんか今年初めて飲み勘だとか、もういちいち全部に、はいはいはい、あ、今年初めてだってすっごい思ってたんですけれども、はいはいはい、今はその、まあ、前回の放送でもお伝えしたんですけど、はいはい、まあ、別に地続きの一日が始まったなっていう認識の方が強いかったりするので、はい、どっちのがいいんですかね。どっちがいいんですかね。どっちも持ってるのがいいんじゃないですかね。その間ぐらいですね、うん、その間ぐらいがいいんじゃないですか、ね、じゃあ今年はその間ぐらいでいきますか、うん、そうですね、その間でいきましょう、うん、まあ、今年初めてのドアノブだけど、うん、まあまあまあ日常だねみたいな、まあまあ、今年初めてのみかんだけどまあまあまあ日常だよねみたいな、わかりやすく言うとそういうことですねそういうことですか、うん、そういうことですね。なるほどね、うん、面白いですね。そう、何を食べたいとかあるんですか。お正月はやっぱりこれは食べたいなっていう。あ、お餅は、うん、やっぱり食べたいですけど、なんだろう、美味しいもの食べたいです、ね、お餅もほらいろいろあるじゃないですか、食べ方が。やっぱきな粉がやっぱり1位なので、でもきな粉だけだと、うん、甘いものなんかおやつみたいで罪悪感が、はいはい、罪悪感が強いので、まあ、お醤油をかけて海苔を巻くのをやっぱりお正月は食べたいですね。餅を喉に詰まらせるとかないですか、そういうのは。うん、今のところはまあ咀嚼がちゃんとできてるので大丈夫ですね、はいはい、はい、いいですね。じゃあね、じゃあ今年の抱負、はい、まあ、まだ年12月ですけど、はい、うん、今年の抱負をちょっと、はい、2022年の抱負を。2022年はもう、はい、うん、こうやるぞって、バンジージャンプ飛ぶぞとかまあ気がちっちゃい人間なので、はい、まあ、しかもこういうご時世っていうのもあって、コロナとかでね、なかなかまだまだ超安心はできないみたいな時に、なんかババーンとなんか目標を
なんか言ってしまっていいのだろうかみたいなことをすごい思っちゃう。いいんですよ、あの、うん、じゃあコロナをやっつけるでいいんじゃないですか。じゃあやっつける、コロナは私がやっつけますって、っていうふうに断言してもらっていいですか。いや、やっつけられなかったとしても、はい、なんだろう、ラブ&ピースですよ。実際コロナになって、うん、もちろん良かったなんて言えないんですけど、でもなんかいろんなものが変わって良くなったことも一部あるじゃないですか。そう、良くなったことを広げていこうぜって、広げていくぜ私もっていう、そういう気持ちはありますね。いいですね、うん、いい考え方じゃないですか。うん、そうで、そうだな、今年の抱負、うん、ずっと言ってるのはロックフェスに出たいっていうのはずっと言ってるんですよね。あ、はいはいはい、はい、うん、そう。でもそこに行くまではやっぱり今作ってるアルバムをみんなに聞いて、皆さんに聞いてもらえるように、うん、活動を頑張りたい、まあ、このラジオもね、もちろん流させていただきたいんですけども、はいはい、そういうこととか。ロックフェスっていろいろありますけど、うん、どんな、どこが一番の目標ですか。ロックインジャパンとか、ね、ね、ロックインジャパン、うん、荒垣とか、ね、荒垣とか、ね、そうですね、うん、大好きな東北で開催されるので荒垣いいですよね。そうですね、うん、北海道の何でしたっけ。ライジングですか。あ、そう、ライジングね、うん、ライジング、いいですよね。そうですね、そういうロック、そのあたりの、そのあたりといったらなんか失礼か、なんか応募ってありますよね、うん、あれね。 ありますね、はい、ああいうのとか応募とかされてるんですか。あ、でも一回したことがあるかな、うん、うん、その時はうんともすんともしなかったんですけれども、今はうんとかすんとか言っちゃうんじゃないですか、アルバムを引っ提げて、ね、うん、徐々にね成長はしていると思うので、ドカーンとラブ&ピースぶちかましていきたいところですね、今年は。来ましたね、なんか熱い決意を見ましたよはい、そのぐらいは言わなくちゃね。そうですね、はい、今のでね、の皆さん元気になったと思います。あ、本当ですか。私もできるかなっつって、お、2020年、22年幸先いいなって、2年前になっちゃったの2022年幸先いいなとね、みんな思ってるといいな。そうですね、うん、はい、じゃあ曲の紹介とかもあるんですか。あ、そうですね、はい、ではあの新しいアルバムはもうすぐ発売ということで、お、来ましたねファーストアルバムからちょっとですね1曲お届けしたいと思います。結構まあライブでやった回数も今までのライブの中トータルで順位をつけたら一番多いんじゃないかなという、まあなんか代表曲みたいに言ってくださる方も多い曲になります。私もかなりこう思い入れが強いような曲になります。斉藤芽衣でもじゃもじゃという曲聴いてください。
はい、お送りしましたのは斉藤メインでもじゃもじゃでした。どんな時でも、まあ、自分が嫌になっちゃう時も自分を好きになれる時も私は私だと言っている曲です。ここでライブ告知をちょっとさせていただこうと思います。まず1月19日水曜日に東京の高円寺のウーハというところでライブがあります。で7時半スタート、これも弾き語りのミュージシャン3名で、その中の1組に斉藤芽が出演します。はい、その次が1月28日金曜日、初めての場所になるんですけれども、埼玉県熊谷のモルタルレコードさん決まりました。私は大宮出身なので熊谷はねたびたび行く場所ではあったので、ライブは初めてやるのでとっても楽しみですね。熊谷って結構ライブハウスが何店舗かあったりして音楽が盛んな土地でもあるようなので、19日の高円寺と28日の熊谷、ぜひ皆さんお待ちいたしております。2月もですね、2月6日の日曜日、池袋のバー5、こちらでも弾き語りのライブがあります。詳しい詳細はですね斉藤芽のホームページに載せてます。はい、そんなところで今日は第3回目にして新年早々の放送となりましたけれども、幸先いい感じになってるといいな。どうなんだろう自分自身わかんないですかそうですね、でもなんか良さそうなこうね、あのライブもね、うん、あの多かったりとか、そうですね、アルバムも出るっていうことで幸先はね、スタートダッシュはいいですよね、うん、そうですね、はい、あのこのそのアルバムを引っ提げて、はい、ちょっと皆さんのところに引っ提げて沖縄北海道と、あ、沖縄と北海道はまだライブでは行ったことがないんですよね、はい、行ってみたいですか、うん、行ってみたいですね。イベンターさんとかいたらね、沖縄北海道で、はい、あのつてが終わりの方ぜひお待ちいたしております。他は、ね、九州とかあるんですか。九州も実はライブではないんですよね。じゃあレコ発ツアーでね、ツアーね、あの本当ご時世が許せばっていう感じでもあるんですけども、うん、はいはいはい、なるべく多くの場所でとは思いますね。北海道とかね、ライブをやりに行くというよりかは、うん、食べに行くって感じですかね食べに行きたいですね、美味しい魚介魚介好きなんですか、うん、美味しい魚介は好きです、はい、埼玉県って海ないじゃないですか。そうですね、海ない県で生まれたので、はい、新鮮な魚はそんな食べたことなかったんですけど、川魚は美味しいですよ。そうですよね、イワナとか美味しいですね。なんですけどやっぱり大人になってこうなんだろう、すごい新鮮な海の近くで獲れたての魚とかさばきたてとかを食べた時に、あ、魚って美味しいとは思いましたね。ぜひね北海道にね、あとね、あの2月23日にもなんかあるって聞きましたけど、はい、本当ですか。そうです、2月23日こちら FM ルピナスのスタジオからレコ発イベント生放送決定いたしました。素晴らしいですね、はい、9時スタートで1時間ですね。2月23日って天皇誕生日の日ですよ。じゃあケーキ買ってくる感じですかおめでたいですね。でもケーキを、はい、自分で食べることになってしまいますからねいやほら、うん、あのレコ発ということでね、それもおめでたいんで、あ、そうですね、あの両方のおめでとうということ で、 両方のおめでとうですよね、買っていきましょうかね、はいはいはい、ケーキもね。ちょっと配信でやることはあんまり なかったんですか。レコ発を配信でやるっていう。レコ発配信は初めてですね。何でもこうチャレンジする1年にね、うん、こう頑張るぞってこう言ってたんで、まさに実現してますね。今年はますます一層そうしていきたいですね、はい、でもね本当ビビりながらいつも何でもやってるんですよ。本当ですか。じゃあね、あの、うん、FM ルピナスの番組で、はい、コアトコって番組なんですよ。コアトコ、はいはい、何を想像しますか。コアトコって怖い、はい、ところ、そう、そこに行くロケがありますんで、ぜひそこに参加していただいてね。え、怖いとこってどういう意味ですか。そのお化け的な怖さなのか、それともなんかすごい気まずい友達の家とか気まずい、どういう怖さなんですか。気まずい友達のところにロケに行くってあんまないですよねちょっと怒られちゃいそうですね。もちろん怖いところに行くところですよ。その、霊的なことです。いやちょっと私はちょっとそのやっぱり霊もいろいろ事情があると思うので霊に気を使うんですね、メイさんは。やっぱりこうね、ちょっと悲しい思いとかして霊になってるかもしれないので、あんまりこう、はい、ちゃんとこうできる人はいいと思うんですけど、はいはい、自分はこうなんかそこにビビっていっちゃうのはちょっと申し訳ないので、はい、霊にも気を使うメイさんって感じですね。
ね、もう人間だったんでね、うん、そういうことになりますよね。そうなんですね。でもね、その日はめでたい日なんでね、うん、そのミニアルバムに入ってる5曲は全部やる、はい、予定ですよね。予定でございます、はい、レコーディング自体はバンドセットでやってるんですけども、はいはいはい、その日はその曲を弾き語りバージョンでお送りさせていただきますので、素晴らしいですね。どうぞお楽しみにしていてください。でなんと、まあ、ここはね、普段は撮影スタジオとかね、そういうライブとかも、まあ、うん、時々やるんですけども、うん、ね、ちょっと狭いところもあって、うん、なんと先着3名まではね、うん、行けるんですよ、うん、これ貴重ですよ。これどうかしら、需要があるかしら。夜9時からっていうちょっと遅い時間、夜9時から南大塚駅という謎なところで本当に何もないのでね、はい、西武新宿線で、そう、西武新宿線の、で駅いろいろあるじゃないですか、うんうんうん、一番利用されてない駅で南大塚でしたね、うん、調べたら。そうなんですか、一番利用されてない、はい、すごくショックでしたね。いや逆にでもすごいじゃないですか、利用されてない駅で。そうですね、そうなんですよ、うん、だからその日だけは一番利用があるかもしれないです。もしかしたらあるかな、名車の猫発ということで限定3人で、限定3人で限定3人なのに、うん、3人増えますからね。ちょっと外に出待ちが並んじゃうかもしれないです、ね、そうですね、それが1000人ぐらいいるかもしれないですからね出待ちがね。そうですね、はい、じゃあもうそうそうね、締めの時間ですね。あ、もうその時間ですか。早いですね、やっぱり早いですね、はい、うん、あの去年もあっという間だったんで、今年もね、そうあっという間に過ぎちゃうと思うんですよね。なんですけど、まあ、一日一日をモリモリっと生きて頑張るぞっていう気持ちもちょっと持って、そんなのがラブ&ピースにつながるんじゃないでしょうか、ということで今日の放送を終わりたいと思います。感想や質問はサイト名のツイッターより募集しております。皆さんどしどしお寄せください。ではまたね、待って待って待って、もう一回、それでは皆さん今日も愛してるぜ、ありがとうございました。また来週水曜。会社を休みました。私にとっては限界でした。許してくれますか？空の色きれい。みんなでナイフを持ち寄って、どれが一番尖ってるか勝負だ。勝負だ。それはあの子の勝ちだけども、あの子はここにはいないんだ。そろそろやめにしよう。そんなことよりも私は何でも救える、あなたのスプーンを見てみたいんだ。ラーマークリスに消えきた言葉でも、もう一度思い出して、 I love you。 そう聞こえてもその本当の意味をあなたに伝える、飽きることなくね。部活を休みました。泣くことの方が大事でした。許してくれますか？我慢の耐久合戦だ、合戦だ。麻痺させた人の勝ちだけど、正体はどこにもないんだ。そろそろやめにしよう。これから一番の流行りは、誰が一番自由でいられるかの勝負。私の方をね。
でも呼ばない。